浜です。はい、このブレスのリリースアーというのは当然アルバム中心です。そうですね、でまだ続くのでまだ発表してきてないものもあるんですけど、発表できて近くは横浜6月21日あるので、はい、ぜひ遊びに来てください。わかりました。はい、さらにですね、5月11日に、双子玉川の蔦屋家電、そうですね、こちらではインストアという、はい、リリースしてインストアが何本かあるので、その辺もチェックしていただければ無料で見れます。誰でも見れます。そうですね、はい。このアルバムブレス完成して、さらにこうライブに対しては今どういう考え方というか思いますか？